あーうまい下手聞いちゃう聞いちゃう、えー、ファーストミットが他のグローブと違うのですかうーんとねファーストミットっていうのはファーストの人が <laughs> 使うグローブなんですけどはいまあなかなか持ってないですよね。ですね。っていうのはさファーストミットじゃなくてもファーストってできるじゃないですか普通のねグラブでねそう。でキャャッチャー だけはキャャッッチャーミッドじゃなないいとできないできしょ結構ねこうね分厚いやつねなんだろうもう「君ファーストね」ってずっと言われてる人じゃないと買う勇気ないでしょファーストミットって、うん、ファーストでしか使わないですからねちょっと憧れあったんですよねファーストミットって<ー>だから、はい、でニノはそのうちのチームではファーストよくやるから、ええ、で普通のグラブでやってるわけですよだから、はい、いつもはい なのでファーストミットプレゼントしたんですよあれニノはどっち利き左利き左投げだから右手にはめるファーストミットそう買ったわけですねレフティのやつね王さんと一緒ですね左のファーストうん左利きのファーストミット。そうですねそれを買いましたねもうこれはもうニノしか使えないということですねそうなるよねほとんどほとんど そう、レフティのファーストなんてほとんどいないですからね。え、そのファーストミットは無事試合にデビューしたんでしょうかあのー、それから試合がね、組めてないっていう、ね。あじゃあ、きっと、二の敵にも早く使いたくてしょうがないんじゃないでしょうか。そうでしょうね。ね<ー>野球は、うまいのか下手なのかって言われると、まあ、レジャーですよね。まあ、レジャーってスポーツじゃないですよ。うん、うん。草、草だから。 で大会に出てるわけでもないから、その日、その日暮らしですね。だから、レベルで言ったら。まあ、じゃあ、相葉さんとニノと、どっちが人を多く打ちますかいや、それは、俺でしょ。それは俺でしょう <laughs> 俺<は>。さも当然というか、いや、それは絶対俺だと思いますよ。一つわかんない。数えてないから、えー、自分、えー、自分的な計算だと。はい,はいはい。わかんない。 ちょっとんなに言うと俺でしょって言ってると思うけど。あ、そんな、じゃあ、差がない感じなんですかいや、もうどんぐりですよ。<laughs> <laughs> <laughs> うん。まあ、性比べ的なところあるんじゃないですかまあ、右打ちと左打ちで。そうですね。えー、楽しいですね。あやりいなってきたな